あったらどうぞ遠慮なくしてください。ありがとう。ちょっと質問があると思う。はい、遠慮なく、はい、どうぞ。どこ？はい、いいのことです。そういうふうに言ってくれると嬉しいな。2番のごとろくですね。はい、わかりました。裏側、じゃあ表もなかったと？大丈夫？はい、じゃあ裏の2のごとろくですね。じゃあ裏側見てください。はい、問い5。え、ごとろくっていうのは、50っていうことですかね。ああ、はいはい。ああ、わかったわかったわかった。はい。では行きまーす。ちょっと一緒に2番の問題ももう一回確認しますから見てくださいね。問い2。可能性はほぼ同じで、枚数揃っているアジサイの枝、上から足を用意し、アジサイの、乗算について調べました。枝 A をすべての葉の表と裏に忘れるように、そこちょっとマーカーで見せてもらっていいですか。 A はすべての葉の表と裏に忘れるように、ちょっとマーカーで見てください。3行目ですよ、3行目。 A はすべての葉の表と裏に忘れるように塗った、ということはどこから乗算しますか。いいですね。はい、 A は茎です。表と裏の気孔が潰されたということですから、穴が潰されたということで、じゃあ表と裏を塗ったということは、枝 A は茎なんです。茎から乗算、どこから水が出ていくかをしっかり書いておきますですね。はい、じゃあその次いきますよ。その次、枝 B は全ての葉の表に忘れを塗りました。はい、B のとこですけど、じゃあ B はどことどこですか。表に忘れに塗ったってことはどことどこから乗算します。 B です。うん、葉のどこ、裏と茎よね。はい、裏と茎よね。裏と茎です。はい、そして C いきます。 C はすべての葉の裏に忘れに塗りましたということは、 C はどこですか。裏に忘れに塗ったけん表と茎だよね。ね。で、気候はどこに一番多いんでしょう。だから水が一番蒸散するのはこの中でどれと思いますか。 B よね。で、これが一番水が減ってる T よ。結局ね。そうだよね。で、次がこいつやね。これが R やね。で、一番少ないのが茎なんで、これが9でしょうということになりますね。まずこれを押さえてください。だから C を入れた乗算量を表したのどれですかっていうことなんで、C は、こいつですから R ですよってことです。いいですか？ね。はい、ということでした。で、あと6番いきましょう。この実験で装置を4時間置いたとき、アジサイの葉の裏だけからの蒸散量ね。で、これ実験は多分4時間置いた後って書いてあるんで、この数字がそのまま使えるってことなんですよ。いいですね。その表があるやろ、みんな。表があって、その数字に4時間置いた後って書いてあるとこマーカーで見てください。表があるところで4時間置いた後っていうとこマーカーで見てください。そうですね。いいですか。だからここの数字そのまま使っていいですよってことなんですけれど、裏だけからの乗算量、何から何を引いたらいいと思いますか。 これが今分かっちゃったよね。そう、 P から Q 引いたらいいよね。こう、これ引いたら茎が消えてくれて裏だけ残るよね。だよね。そういうこと、そういうことなんです。そういう計算は結構するのは。だから 3.5 から 0.5 引きましょうということですね。だから裏は 3.0 ですよということになります。いいですか。いや、あんたたちより100点取らせたいって本当。理科いけるっちゃ。正規、70点とか80点で満足したらダメだよ。ね、もっといけるいける。
はい、他はないですか？他。どこでもいいですよ、他。間違えてない。ない、ない。どこでもいいよ。今ので何点上がると？今のところを見てたら。4点ぐらい上がる。2点か3点やろ？ 6 点ぐらい。おお。ただ今77になったやん。こうできたとしたら。ね、80は超えないからね、80。何も覚えるいや、間違えた原因は何か分かります？覚えてなかった？あ、要望ね。じゃあ、ちょっとさ、念のために間違えたとこ教えてもらっていい？あ、すいません。ちょっと、電話が入っとったら消そうと思って。よし、なった。あ、はいはい、ちょっと待ってね。問1の6と、はい、問1の3と、はい。問2の6？ はい。はいはい。6と7。6と7、はい。問3の13。13番。問4の、はい、14。14番、はい。で、問2の5番と6番、さっきのところね、問4の11と12と10、11、12、13、14、続いたね、はい、OK です。はい、わかりました。他の猫はどうなんですか？うん、じゃあ行きましょうか。ちょっと確認して数学の説明に行くね。行くよ、行くよ。はい、学はどれですかって話して、実は学はこれ、これに書こうね、みんな。この、なんていうかね、タンポポのこの絵ってめちゃくちゃ色出るんですよ、試験に。ちょっとこの際、はい。電源落とせるっていう中からお知らせなんです。で、こうなってて、で、名前書いてっけんね。P から行きましょう。P は何ですか皆さん。中等。赤ペンで書いてもらっていいですか ?P が中等で。で、Q は何ですか？そうですね。そうなんですよ。で、これ S が何ですか ?S が？いや、違う。学ですが、学です。で、R。R が、これが食べるんですよね、花びら。で、実はこれ、よく見てください。これ、5枚の花びらがくっついてるんですよ。この線が入ってるでしょ？これ、一個一個が花びらなんです。だから合弁化なんです。実は、これが合弁化類なんです。そうなんです。みんなさ、花びらがいっぱいこう、たくさん、花びらみたいに見えるやん。ところがこの一個の花びらが合弁にくっついちゃう。あ、それで合弁かな、実は。じゃあ、この絵おかしくない？おかしくない、そうですけど。一本が、そうそう。全部そう。そうなんよ。じゃあ、これでいっぱいまた集まって、外から見たら、一枚一枚花びらが花びらみたいに見えるけど、ここは合弁感。それで一個で。そうそうそう。マジで扱ってる。そうなんです。気持ち悪い。あとこれは何ですか？こいつ何ですか？こいつは？これ四号なんですよ。はい、名称いろいろどこが出るかわかりませんので、ちゃんとチェックしましょうね。マジで初めてですか？そうだよ。だけどさっきさ、ほら、暗記やけん、自分で頑張りますみたいなところはあるんだけど、ちょっと、プラスアルファで教えてくれたところもあるけどね。はい。ちょっとね、間違えたところはがっつり説明をさせてください。で、問2の6見てください。明るさを調整するとき、どことどこですか？絞りもあるったよね。B と E よね。
ディーンとこ絞りって書いてもらっていいですか？図1のイラストのところです。ステージの裏側にあるネジがこうついた回転するやつの絞りですね。え、そうやろ？そういったとこあるんよ。そこでミスをなくしていったら80をすぐ超えるんで。やっぱね、70点台と80点台とちょっと響きが違うんだよね。はい。で、もし100点が取れたらよ、今回県で一番ですよ。同点がいっぱい打っても。ね、まあ、今回100です。はい。一番。一番いっぱい打ってもいいでしょ。一番打って一番。はい。じゃあ、その次行きましょう。7番行きましょう、7番。顕微鏡の倍率は40倍ですね。図1の顕微鏡の倍率は40倍。で、A のレンズは10倍のものを使っていました。じゃあ B のレンズはどうですかということなんですけど、B は4倍、10倍、40倍ですから、何倍ですか？全体で40倍ということは、A が10倍を使ったら B は何倍？B、4倍、10倍、40倍に3つあるらしいね。で、全体で40倍っていうことは、A で10倍を使ったから B は何倍でしょう？ 4 倍よね。はい。で、4倍は、長い方ですか、短い方ですか、どっちですか？レンズの倍率って長さで決まるっちゃけど、どっちですか？じゃあ何やろう？いや、そこに変えちゃうと4倍、10倍、40倍って変えちゃう。自分で変えんでくださいよ。全体で40倍って変えちゃったよね。で、A は10倍を使いましたって変えちゃうわけよ。ということは B は4倍じゃないとかけて40倍にならないの？ 4 倍だよね。じゃあそこの3つレンズがあるけど、それ4倍、10倍、40倍らしいよね。波線で変えちゃう。B のレンズに使うのは倍率は4倍、10倍、40倍にするかですって変えちゃう。で、あとは、その長さが長いのか短いのかっていうことなんです。どっちですか？答えはああいうのどれでしたか？皆さん。で、そこに、あが答えであが4倍ってことだから、ああいうってあるやん、みんなね。イラストがあるやん。ここに赤ペンで4倍、10倍、40倍って書いてもらっていい？B のとこよ、B のとこ。イラスト。で、結局、ここの長さが長いほど倍率が大きいっていうのをちょっと教えたかったの。倍率が大きいほど長さが長いっていうことです。いいですか？対物レンズは長さによって倍率が違うみたいですね。OK？ 大丈夫？もう一回だけ説明しましたね。全体で40倍です。で、A は10倍を使ったって分かったから、掛け算して40になるためには、B は4倍を選ばないからですね。いい？で、4倍、10倍、40倍の3つあるよってことなんで、で、長さが長いほど倍率が大きいので、で、イラスト見たら4倍、10倍、40倍で、で、答えはあるんですよということになりました。はい、じゃあその次行きましょう。鳥の7番。微小生物を観察したとき、顕微鏡の倍率は40倍で、エンドレンズは倍率は10倍のものを使いました。B のレンズ、図2の青のどのレンズを使っていましたか？ね。40倍でしょ？あ、もう6番、7番終わったったらごめんなさい。右行きます、右。13番行きます、13番。はい、アブラナと同じやつはどれですかっていうわけです。あ、数か。これ、ここちょっとね、弱いっちゃうね。ここはちょっと弱いですね。実験とか先見とか。一応ちょっと、1年生の理科の教科書が、
もう一回買い直したらうちのなくなっちゃったりね。理科の教科書の最初ら辺にいっぱい植物が載ったりしてるんで、写真がね。はい、それで確認してください。どうですね。まあ、ツツジとかもくっついとけん、ツツジは絶対違うやろ。ね、合弁とかいいですね。はい。で、エンドウと油が載ってると思います、ね、教科書も一緒に。ですね。だから、大和田正統するのがわからんでも、エンドウと油が分かったらいいと思います。答えは？いいよね。あの、エンドウと油菜は花びらの数が違かったでしょ？ 4 枚と5枚とか違かったでしょ？で、もう、いい知らんでもいいが正解っていうことでいいですかね。大丈夫ですか？はい、その次です。問い4です。双眼実体顕微鏡というところをマーカーで塗ってください。はい、行きましょう。皆さん、R は何ですかね。T は多分接眼レンズを表しとっちゃうね。Q が共通だよね。Q が共通でしょ。R は何ね。R、ピント合わせるやつ。R、指導。小説リング。よかったよかったよかった。指導小説リングですね。はい。でした。でも共通でしょ。視野を重ねるっていうことは両目で見るっちゃった。さっき答えは Q でよかったんじゃないですかね。違いますかね。Q でしょ。ですよね。共通で、あの、人の目ってね、結構幅が人によって違うらしい。目と目の感覚。それき、綺麗に重なって見えるのね。こう、広い人がいたり狭い人がいたりする。測らんでいいみたいな実験中結構実験熱心、研究熱心。はい、じゃあ裏行きまーす。裏行きまーす。はい、2番の問2の3番を見てください。あ、これさっき説明したことね。もうあの、こういうふうに、あ、消しちゃったああいうふうにあの、表と茎とかね、茎とかね、そういうふうにあの決めとって、で引き算してください。引き算したら出ます。で、この計算ですね。問2の6番、特に20万にしてもらっていい？ここ差はつきますよ。これ結構できない人が多いので、ここは乗り越えてください。問2の6番。計算、計算。計算です。そう、さっき言ったとこです。意外と苦手な人多いんですよ。ね。ですか。はい、じゃあもうあとは右の13、14、15、16をクリアしたら90点は絶対超えてくるね。いくよ。11番ですね。X に当てはまる基準なんですけれど、脂肪がありますか？はい。はい。だから、皮脂植物ということになりますね。X はね。X、皮脂植物ってわかる？ね。で、でよ、質問があって、はいがユリイネってなってるでしょ？ということは、ユリイネって何植物ですか？ユリとかイネは？タン。そうです。イネ、ユリイネのところにタンシオって書いてください。ユリとイネのところ、タンシオと。ユリとイネのところ、タンシオリって書いてください。キューのところです、キューのところ。多分そうだと思う。これ、そこの勘違いと思ったね。だから、使用が1枚ですか的な質問でいいんじゃないですか。あれ、使用が1枚ってないね。ちゅうことは平行脈しかないかな。要するに、単子葉で入っていって単子葉になっちゃうやん。いいようにわかる？ X なんか質問されたんで、ね。で、これで、ね、入って答えて単子葉になってるっていうことは、ここは単子葉の特徴がここで聞かれたはずなの。例えば、子葉が1枚ですかとか。で、ここで単子葉の特徴はこれしかないね。平行。葉脈が平行である。って言われて、入って答えて指とか指が出てきた。
もう一回言う気？この質問に対して、はいって答えて、単子用だ。ということは、ここは単子用の特徴を表す質問が根拠いかんっていう話はわかりますか？そういうことだよね。で、この中で単子用の特徴って、平行のやつしかないという。ね。メカゴン株はもっと広いもんね。メカゴン株は、全然違います。はい。はい。胞子で増える植物とかだよね、メカゴン株とかね。固形植物とか、胞子で、はい。ね、だからまず、あは絶対違う。イとウは草子葉類の特徴。だから、A です。ここ、A が来ないといけない。ですね。まあ、そこまでいいですか？ 11 番大丈夫ですか？だから問題の読み取りをね、そういうふうにしていく。このはい、いいえって結構出てくるんね。正直、X のところに赤ペンで書いてとまっていい？ちょっと90点のチャレンジ。単子葉類の特徴って書いてとください。ここは単子葉類の特徴が書いてある。X のところです。単子葉類の特徴が、ここで質問がされて、そして、はいって答えて単子葉。この質問にいいえって答えたら、そうしようというふうに分かれていったわけですよ。いいですね。だから、取る力と知識はあるので、その問題の読み取り方の問題だと思うんですよ。点が上がるかどうか。ね。だからその読み取りの練習もしっかりしていきましょう。で、12番いきます。上手の X に当てはまる基準で、Q のグループと RS のグループの2つに分けたとき、Q のグループの植物に対して、RS のグループの植物をまとめて何類と言いますか？ Q に対してやろう。だから、総子葉類だよね。Q のグループは単子葉類。で、RS のグループは総子葉類。もちろん R は、合弁化類と離弁化ですね。R が合弁化で S が離弁化ということになるけど、RS まとめてって書いてあるけど、総子葉類が正解ですね。で、13番。上手の花弁がくっついているという基準で、R のグループと S のグループの2つを分けたとき、R のグループの植物に対して S のグループの植物は何類と言いますか？ R が合弁化類でしょ？はい、抽象。くっついてますか？はい、くっついてますより合弁化類。じゃあ、いいえは？ディベン化類。ですね。じゃあ、取る力あるんで絶対ミスをしないようにしてください。で、14番。R のグループに当てはまる植物はどれですか？ R は合弁化類です。はい、マーカーで見てくださいね。いいですか？こん中だったら、どれかな。胃腸は、あるやん。中で。胃腸は裸子植物違うやん。バラは、リベンカル。杉も裸子植物です。朝顔、どうですか？ですね。朝顔。それと、菊ですね。朝顔と菊は花びらがくっついてます。朝顔と菊。ですね。ちょっとマーカーの色を朝顔と菊だけ同じ色で塗ってもらっていい？朝顔と菊だけ同じ色で塗ってください。はい、そしてですね、胃腸と杉とソテツ、胃腸と杉とソテツを違うマーカーの色で塗ってください。胃腸と杉とソテツ。これ、裸子植物ですね。裸子植物。松杉、胃腸、ソテツですね。はい。ね、OK ですか。で、バラと桜がリベンカル、あ、ひまわりリベンカルということになります。では、問い語いきましょう。あ、問い語いいとかね。問い語は大丈夫かね。大丈夫ですね。あ、ひまわり、ひまわりどっちだ。ひまわり合弁化か、自弁化。自弁化ね。ひまわり自弁化ね。あ、桜もそう、一枚ずつ花びら散ってくるやん。桜。ね。17番をちょっと見てもらっていいですか。
泡はですね、胞子が入ってる袋ですから、胞子のと書いてください。はい、胞子が入ってる袋。あの絵は胞子のです。胞子のと書いてください。胞子のです。そして、胃がですね、胞子だよね。ちょっと拡大してるけどね。もっとちっちゃいもんね。うわ、なんでしょう、皆さん。そう、松の花粉だよね、これ。いいですか。松の花粉。さあ、問題は絵なんですよ。なんでしょう。松の花粉。これ、松だよ、松。松の種子。松の種子花だ。羽がついて飛んでいくんですけど。松の花粉じゃなくて、なんていうかね。確か種子だったよ。ちょっと、後で確認しよう。ちょっと待って。うん、そうなんですよ。とりあえず種子にしときます。はい。松です、松です。こういう羽みたいになってるんですよ。この羽になってる。こんな感じです。そうですね。どっちも、うも絵も風で飛びやすいです、ね。はい、イルマラビとかゼンマイシミは何ですか？シダ植物。シダ植物とコケ植物の大きな違いは何でしょう？茎派の区別があるのがシダ、区別がないのがコケ植物ね。です。はい、いいですか。じゃあ、頑張って数学を取り切って。じゃあ皆さん赤ペンを用意してください。いきますよ。で、ひょっとして俺は計算間違いしそうな、おかしいなと思ったときは言ったね、もう一回するね。はい。いきまーす。2015年の課題テスト。ね、次は。全問題解説。すみません。課題テスト全問題解説シリーズの一番の問い1。はい、これ本当は普通の小学生の引き算だよね。何も37。2番これ何をすればいいですか。皆さん通分だよね。何に合わせたらいい。12だよね。はい、じゃあ12分の何ですか。12分の3と12分の。きたきた。で、答えは12分の11。いいですね。いいですよ。はい、3番。25分の6かけ9分の13。約分しますと、あ、10ですね。問題を写し間違えてます。で、5で約分しましょう。5と2。3で約分しましょう。3と2。答えは15分の4。はい、4番。18割る 0.3。実際に割り算するとしたら、こういうふうにしました。小数点を1個切り上げて、180を3で割るとしまして、60。65ですか？大丈夫ですか？はい、問いに行きましょう。問いに。1から100まで整数のうち、8と12の公倍数。そこマーカーで塗ってください。8と12の公倍数。8と12の公倍数は何ですか？ 24 って分かりますか？大きい方を何倍かして8で混ぜてやつかましてる。ですね。一つ、簡単な方法はね。8と12の公倍数は24の倍数です。まず、8と12の公倍数は24の倍数だということを見つけてください。です。はい。で、そして、それが分かったら、100を24で割ったらいいです。何回入ります？ 4 回。4回ね。で、答えは4個というのが答えになります。
うん、できた人だ。あんたたちは優秀じゃないの。はい、その次です。小井さん。重さ 120g のキュウリに含まれる水分の量 114g でした。その時、キュウリに含まれる水分の量は、真の重さ何パーセントですか？はい、式はこうなります。120分の114かけ100です。ね。全体の中の、その中の水分かけ100。これはパーセントの重さで100ですね。バンバン約分していきましょうかね。こうで2で約分して、6と5になります。これ6で割れますか？割れませんね。割れます？せーの。え？これ。いや、でもなんか何も書いてないとか割り切れないからね。114÷6してみようか。6、あ、割れるやん。割れるやん。ご自身ね。あんたたちの自信持って置き忘れてしまった。はい、95%。95% で。ちゃんと今まであれやけど、ちゃんと割ってみてね。小数第一を四捨五入が書いてあった、書いてなかったら割り切れるけどね。はい、じゃあ、問い4いきましょう。ある店で帽子を買ったところ、帽子の値段は定価の7割の1750円でした。はい。7割って小数で表したらいくらでしょう？定価なら。定価を x にします。もう x 使いますよ。もうちょっとで方程式並べてね。で、定価の7割が1750円でした。ということは、定価は1750円を 0.7 で割ってください。はい、そうですね。2、7、14、来たぞ。35。5、7、35。2500円。できた人2500円。もう素晴らしい。うちの最高、最高。あ、円ですね。はい。奥ゆかしいね、山本なでしこになってる。はい。いいですか？あんたたちが山本なでしこやってる。びっくりする。あはは、偉いです。はい、問い後。一周1500メーターの道を、ふんと見上げて走ると、まあ、これもバリバリ簡単、バリカン。バリカンです。ここ屋さんみたいです。はい、1500を、250で、あ、ね。はい、答えは、6。はい、6分でーす。いや、マジマジ、いけるよ、いけるよ。はい。次です。ミーローズは、1辺20センチの正方形と、半径20センチの円の4分の1を作る図形です。はい、薄く塗った部分の面積は何ですか？なんで、いきますよ。はい、ぽい6。懐かしいなぁ。半径かけ、半径かけ、3.14 の4分の1よね。ね、半径20センチやろ。の円の4分の1よね、これね。いいですね。はい。そしたらですね、例えばこれだけ割ってみて、バリバリ簡単やん、これ。みんな見てみて、ここ100になるやん。100になるやん。314やき、円の面積。これね。これ400を4で割って100にしてもいいよ。ですね。大丈夫？大丈夫？はい、300だよね。で、もともと大きいこの正方形は400だよ。で、400からこの白いとこが314なんで、400から314を引いてください。答えは86。よっしゃよっしゃよっしゃ。絶好調ね。はい。体積は底面積かけ高さです。体積は底面積かけ高さです。じゃあ、問い7です。問い7。
全面積は、はい、三角形になります。底辺かけ高さ割る2。ね、32で割って15。底面積15。高さが8。底面積かけ高さが体積ね。120。120。はい。いい感じだね。ちょっと答え分けちょっと待って、満点に20点です。お、表全部できた人。あ、左半分、一番できた人。おー、OK、OK、OK。はい。なんで問一の一番間違えるの？なんで変わんちゃったね。みんな一番間違えるとこやないと。はい、じゃあいきます。2番の1。マイナス4。2番の13。3番は、マイナス11分の8。4番、マイナス 6.7。5番、マイナス2。6番、ちょっと判断でしにくいな。待って。間違った。マイナス58。マイナス58。マイナス58。6番間違えた人。6番説明するね。はい。あんた、それが最悪なこと並んでったよ、ほんま。あっ、そうや。1個ずつで集めて。あっ、そうや。あのね、昔おったと、見事にその人、1個ずつずれて、めっちゃ、ドゥワーって間違えた。全部合ってる。あ、ちょっとあと。情けないっていうか、かわいそうっていうかさ、並んじゃったよ、本番。はい。じゃあ、ちょっと、あずちゃんいきますよ。はい。ですね、まず、この角の中で計算したら、ここマイナスになるやろ？プラスマイナス。符号違ったらね。で、マイナスマイナスやき、マイナスが増えて、マイナス78になるんですよ。で、ここのマイナスとマイナスが合体して、プラスになると。で、ここがマイナスになると。同じ符号が、違う符号の時はマイナスやん。ね。で、同じ符号の時はプラスで外す。違う符号はマイナスで外すまで大丈夫か。間違えたかもしれない。間違えたっぽいかも。あ？じゃあ、ここの話で。ああ。もう、あんたたちに。めっちゃ安心した。それで、ここですけど、マイナスだけ仲間を集めたら、マイナス50で綺麗な数字になるんで、計算しやすかったかなと。で、バトルしたら28ですよ、ということになります。いいですか？はい、じゃあ、7番からいきますけど、いい？いくよ。大丈夫ですか？いいですか？頑張ってね、もう一個でも点数をちゃんと稼ぎましょう。大丈夫？はい、じゃあ行きます。はい、7番マイナス84、8番17、9番マイナス 0.35。 あ、ごめん、プラスです。とりあえずそういう時あるけど言うてよ、ちゃんとね。はい。プラス 0.35。はい。21分の4かけマイナス4分の9だから、消えて、略で73で、マイナス7分の3。7分の3。はい。11番12。11番12いいですか？どうですか？はい。ブラフってる？はい。マイナス3分の20。
かけマイナス4分の15かけマイナス6分の25ですね。逆数したかね。そこ25分の6で勝った。失礼しました。さあ、バンバン役目しましょう。これとこれで役目して、5と3、で、6分役目して、1と4で、これ役目して、1、1で、これ役目して、1、2で、よし。で、マイナスが3つあるんで、マイナスですね。はい、残ったのは3、2が、6! ちょっと待って。もう一回やってみて。もうやってみよう、やってみよう。やってみて。そうか、俺もさっき勘違いしてしよったよ。で、やらかすには結構思い込んでね、いろいろね。で、符号マイナスよ。マイナスがつきましたので。もったいない、もったいない。いけるいける。ね。ね。今のところ見せてないですか。よし、さあ次行きますよ、次。はい、どんまい。次はできる。81。はい、それから、マイナス、64分の。あー、失敗しちゃったね、君たち。マイナス8分の3ならプラスなんです。これ赤ペンで書いててください。これはプラスなんです。マイナスとマイナス。ね、引っかからんとってよ。ところが、こいつは、今回は、マイナスが前に出ちゃうというのが、カッコの中にあって。だから、マイナス、8分の3かけ8分の3よ。いいですか？こういうところ違い、しっかり解説ください。はい、OK、友達。ね。はい、というわけで、マイナス64分の9になりました。マイナス64分の9、できた人。完成なんだよ。勘違いせんちょっとよ。ですか？違い分かったね。はい。はい、じゃあその次です。マイナス10、マイナス30ですから、マイナス40。はい、いいですか？その次。ほら、なんか調子が落ちてきてる。頑張れ。4が32、マイナス14。答えは、18、18。ということです。合ってますよ。合ってる？よし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 。はい、じゃあその次、カッコの中せないからね。カッコの中、マイナス19、プラス8になるね。マイナスマイナス2の3乗というのは、マイナス、こういうふうに考えたら、マイナスが4個あるので、だから、プラスになります、ここ。これ、プラス8になります、こいつ。ですね。で、括弧の中が、マイナス11になります。中括弧の中。マイナス11。で、こういう式になります。あ、ごめんなさい。3プラス、マイナス4かけ、マイナス11。だから、3プラス44だから、答えは47。あ、間違ってます。8番から最初に先生。もう、オーマイガーよ。オーマイ、誰が悪い？オーマイガー。オーマイガットとオーマイガー、日本語不調語ね。間違えた場所分かる。まず、この中間この中がマイナス11になると大丈夫。で、これでもかけて。誰そんなこと教えてる人お母さんやないけど何しろって塾用塾何も違って全部間違ってる可能性がないそしてさっきまでねなんかみんなねはい、全然違うよ
面白い、面白い、面白い、本当に。そっか。納得するな、それ。跳ね返せ、跳ね返せ。ところで47までいった、はい、47。あ、47だったよ、これ。すいません。はい。17番地味ですよ。はい。はい、18番。はい。18番いきます。9分の5かけ2分の3。マイナス、ここ足しましょうかね。35割る6。35割る6。はい、じゃあ、なんか通分できそうですね。それが、こうで、前が6分の5になって、後ろはこれ下に潜らせたら、6分の35です。まで大丈夫ですか？前は途中約分して6分の5だね。で、後ろが割り算にするね。計算に仕方ないですか？こうでいいですか？で、こうなったら、マイナス6分の30まで来ますけど大丈夫ですか？そして答えは、マイナス5です。マイナス5です。大丈夫ですか？いいですか？はい、じゃあ、その次行きましょう。来たね、来たね。よし。はい、その次。マイナス67かけ0.25と、ここだけ先に真下で塗ってもらっていいですか？あ、ごめん。これね、一発でいける。ごめん。4分の1真下で塗ってもらっていい？ 4 分の1って実は 0.25 なんですよ。だから47かけ、ここも 0.25 になるとみんな。それに気づいたらもう超簡単です。あ、ほんとだ。うん。ほら、ね、工夫して計算ね。そうそうそう。あれ難しい。そうそうそう。足すんじゃなくて。で、かけ 0.25。ちょっとなかなか4分の1が 0.25 っていうのをしっかり強調しておいてくださいよ。それに気づいたら一発で終わるよ、一発で。それが頭がいいってことよ。いいですか？そう、気づくように訓練しましょう。ね。さあ、あとはここは計算したら、これまた計算、簡単な計算になりそうよ、これ。計算したらいくら？格好の中。なんと。あ、ここ。は？ちょっと待って。違うじゃん。マイナスが114よ。あ、これプラスで計算したらあれかな。なんと、なんかマイナス100ですよ。なんか6とかなんか言われてるの。はい、できた人、マイナス25。おぉ。あと、この計算間違い先ちょっとね、超絶簡単な数字。もったいない、もったいない、もったいない。はい。で、ラストね。多分みんなが今度受ける試験も、この形なんで、19、20取れたら、ものすごい点数が上がるけどね。19、20頑張りましょう。はい、20番いきまーす。みんな少数やけんさ、5分の2を少数にしようか。どっちが楽しいか。楽しいよ。どっちが楽しい。楽しいって言われたら難しくなってきたな。ちょっとさっき少数させて。優しく。えぇ？だったら、部長さんみたいなとこからね。えぇ？お前、これ間違えたんだね。マイナス 3.5、プラス 4.3 なので、プラス 0.8 です。ここ。ね、プラスですよ。格好の中ですよ。割るマイナス 0.6 の2乗。
よし。じゃあ行きますよ。下に潜らせ、ちょっと待って。下に潜らせますよ。マイナス、どうしよう。どうしようか。36しとくか。0.36。そして 0.16。おー、マイガー。これは、ここまずやってもできるね。0.2 かな ?0.2 やね。あんたたちあったまいい。そして、こことここです。はい、いくら。ちょっと待って。あ、36分の20になるってね。そうね。はい。100倍して、100倍したら36分20になるって。あっともいい。まるで答えを見たみたい。まあ、分数でもいいっちゃいいね。どっちかに合わせてくださいね。ですね。一応小数でしましたけど。あったらいいですよ。珍しいね。分数がこの数。そうだよ。ところで、分数でして答えはできたと。はい。あ、ならよかったです。はいはい。いいです、いいです。はい、じゃあ3番。3番いきます、3番。はい、絶対値、15分の1、マイナスを取るだけ。マイナスを取るだけ。次、自然数は、自然数は、A です。自然数は A。絶対値が最も小さい、プラスマイナスを外して一番小さいやつってどれでしょう？プラスマイナスを外して一番小さいやつは？正解。あれです。0.5 ですね。5。マイナス5。あ、積が最も大きくなる数は？ですね。これしかないね。お。マイナスマイナス、プラスになってね。はい。数直線上で、マイナス9を表す点から距離が4である。これめちゃくちゃ簡単よ。はい。こっちに4と、こっちに4ですよ。はい。ここいくらでしょう ?4 増える点マイナス5。こっちは4、こっちが抜き抜き。マイナス13。はい。この2つです。ですね。はい。その次。正しいものを1つ選びなさい。自然数同士の連立関係どうなってるか。まず、あは絶対違うよね。引き算したらマイナスになったりするし、割り算分数になったりするよね。い、自然数同士の足し算と連法の計算。とにかく引き算は絶対自然数にならんもんね。いつもね。なんとか取りないね。いいですか？情報の連数。あ、情報がダメじゃないですか？情報って割り算ダメでしょ。両方が一だけですね。うで、ん、す。うが正解です。足し算と掛け算。足し算と掛け算。間違った。絶対これえって書いてます。いやでも、これ向かい言えって書いてます。私は答えいくつもりで出てきました。今削れたんですもん。それでダメですか？ダメでしょ。いつの時点で気づかなきゃいけないんですか？いや、今、先生が25分前です。ダメ。測り打ったんですかね、人。測る暇があったら、そこでダメ。ずっと割って目指す。ハリンちゃんの両親を信じようね。両親ってお父さんお母さんやるんですよ。あ、本当ですか。あ、そうそうそう、いい心です。いや、先に後ですよ。先生、どっちがいいですか。言うでしょ。それはあれですよ、やっぱり。そう、はい。そうですよね。大丈夫かな。認めちゃけよ。はい。間違った正解。じゃないよ。間違った正解。無が正解。無が正解。はい。次行きましょう。はるか氏の楽曲の演奏期間を調べました。
次の日は ABCDEFG の7曲の演奏時間、3分30秒。はい、そこマーカーで塗ってください。3分30秒基準値とかマーカーで塗ってください。いやね。はい。先生と僕です。3分30秒の基準値とかマーカーで塗ってください。ヤッキー、3分台は、マイナス30よりマイナスが多かったら2分台になるんですね。いいですか。で、はい。A は3分57駅、大丈夫。C ダメね。C4 分超えるね。C4 分超えるね。D 大丈夫。E も4分超えるね。はい。答えは5曲ですか ?5 曲。5曲です。はい。最も長い曲は、最も短い曲に何が長いですか。どれからどれ弾いたらいいと、どれからどれ弾いたらいい C から D よね。そうよね。一番長い曲から一番短い曲を弾きましょう。はい。答えは58秒。そうや。はい。なんで？でも引き下げるラジオ。あ、これよく見たね。ラジオだよ。はい、その次です。そこ全部足して割りましょう。足して割りましょう。3番。そいつ3番の話を足して割りましょう。プラスだけ集めたらいくらになりますか？プラスだけ集めたら。32と35で67と32が109。プラスが99か。プラスが99。はい、マイナスを集めると43、マイナス43。はい、足したらいくら？56よね。56で何台、7セットあった？はい、56を7で割ったら、平均が8なんね。今日の平均が8ね。で、基準が3分30秒だから、3分30秒に今日の平均8を足して、これが本当の平均になります。3分38秒。やり方分かった？大丈夫？だから、今日の平均を出すと、とにかく。いや、それをしたらいかんち前言ったって。あれね。わかりました。元の方でしょ？うん。おさらいおさらい。あのですね。先にちょっとあずちゃんのことを言いますけど、本当の計算して答えはあったと思うけど、もしよ、基準が1億やったらあずちゃんどうしますか？基準が1億やったら。例えば、1億27とね、9999万 ?9977 とかね。全体違ったじゃダメじゃん。だから、あのね、俺がそこで認めたら、あずちゃんそこで成長再起。絶対その方はやめてくださいよ。いいですか？もう一回言います。今日の平均を出すんですよ。今日の平均。だから、プラスはプラスだけ、で、マイナスはマイナスだけ集めて、計算したのがこいつ。いいですか？まずプラスを全部足して、マイナスを全部足して、で、単純に計算するわけ。それを7で割ったら、これが今日の平均なんで。今日の平均分かりました。で、この基準に今日の平均を足すだけです。3分30秒基準して使います。今日の平均を全部足して、8で割って、で平均出したんですね。で、ここで基準があるんで、基準でそれを足すだけです。それで本当の平均になります。ここに基準が 3分30秒を基準にして使えちゃう。で、その基準に今日の平均を足したら、本当の平均が出るんです。そうなんや。絶対こっちの方が楽ですよ、あんちゃん。間違いなく。
30秒を分数にして、あと全部出してる。めちゃくちゃ苦しいやん。フライト返さないですよ。全部秒数に返すだけじゃない。それはプライド中で頑固なだけじゃないですか。プライドも結構高いです。いや、一番ズタズタで喋れますよ。お前バカじゃねえ、そんなことして。って言われたんですよ。すげえ。はい。じゃあ、あと4番と5番ですけど、時間になったんで、次回に回しますので、はい。あと、英語とね、英語見つけますけど、英語ちょっと問題がなくなってるんですよ。やった。なんで人のすごい喜びになります。やってねえけど。はい。それ、探して見つかったら皆さんのところにやって送ったりしますので。え、無理。ご迷惑だな。ズキッと人が気をつけたことを伝えてくる。まあ、はい。みんなの点数を上げましょうね。はい。じゃあ、終わりまーす。終わりまーす。これ残ってくる？はい。では、終わりまーす。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。